あそこの流れのとこあるでしょ、うん、流れ の上に枝があるでしょ、うん、その枝の S 字型のところにおる、うん、ほら片足上げた、片足出たってうちの安心してる、うん、あ、そう、うん、そうですよ。だから片足出たってうちのじーっとしてる。もう今年はあそこの上の袋を消えへんやろな。え、袋どこの上、あの上、あ、来るかも。来るやろか、うん、まだ6月頃だけどね。うん、6月頃やな。でも木折れたもんな、あれ止まっとったやつ、うんうんうん、そこじゃなくてさ、ここに来たら見えるから、ここ、こっち、ここに流れが、笹があるだろ、笹よりもずっと手前に流れが白くなってるだろ、でそこに棒がこう、ぐにゃって曲がったのがあるだろ、その意味もいいんだよ、いい茶色の、それでこっち側の、橋の石の上にもいるんだよ。石の上が石の向こう側だからね。それがあるよ。それがヒナ。いいかと見たいかと。そうか、ありがとうございました。子供がいたら近づいてきたよ、子供が、子供が近づいてきた、そうしてるよ、あのね、こっち来たら、ここ来た方が分かります。ひなとね、親が近づいてますよ、ひなと親が、あのチョコレート色、あそこの流れがあるでしょ、流れのとこにあの棒があるでしょ、棒のとこにあの親と子がおるわけ。何してるって、ヒナに餌をやろうとしてる。小鳥の名前は？ああ。カワセミ？カワガラス。カワガラス。カワガラス言うけど、ガラスじゃないんだわ。カワガラス。黒いからカラスって言ってるだけ。ほら、羽伸ばししたぞ。あ、飛んだ。飛んだぞ。親が飛んだ。